秘密の暴露。ナンバー、愛の三回転ダンス。本当の衝撃とはブラックネイルの裏に隠された意味とはナンバー、愛のメンバーの衝撃告白。ああ、これは面白い話だ。どうやら、ナンバー、愛山とそのチームがまた一つの興奮を巻き起こしているようだ。もはや、沼というファンネームが適切なのではないだろうかそれぐらい、彼らの魅力は深い。私も長い間彼らを応援してきたが、毎回。 彼らの新たな側面を見せられるたびに驚かされる。ファンネーム、沼というのは、ユニークな呼び名だと思わないかいナンバー、愛のファンは本当に熱心だよね。ずっと応援してるけど、彼らのパフォーマンスはいつも新鮮で驚くばかりだ。彼らの才能、本当に素晴らしいんだ。今回のパフォーマンスでも、何度も回転するシーンが印象的だった。特に、生で見た時は未回転だったのに。 なぜか今回は三回転しているように見える。三人とも言葉では言い表せないほど美しかった。こんなセクシーなダンスを見せられたらシングルカットはまさに正解だろう。きっと他のバージョンもテレビで披露してくれるだろうか。そうであってほしい。これほど素晴らしいグループに出会えて本当に幸運だと思う。さて今回のパフォーマンスではちょっと違った雰囲気があったよね。それにしても なんでこんなにも印象が変わるのかなライブでは2回転だったのに、今回は3回転してるっていうのも、びっくりだよね。特に、紫輝くんの安定したタームは本当に美しい。かの体のバランス感覚は素晴らしい。それに、腰のくぼみの振り付けも最高だ。みんな、ネイルをしていたんだね。しかも、薬指に、それが何かセクシーだ。リブレの時からずっと注目していたが、黒い衣装は本当に似合わないね。 それに、ネイルもさりえなく施されている。そして、その表情も何とも言えない。あのセクシーダンスは、本当に言葉が出ないくらいだった。言葉で表現するのが難しいくらいの魅力的なパフォーマンスだったね。彼らのダンス、どこまでも魅力的で、特に紫輝くんのブレないターンは圧巻だったよ。体幹の強さを感じたよ。それに、腰のエクボの振り付けもすごく好みだった。しかし、どうして右手なのか。 三人とも右手の薬指にネイルをしている。なぜなんだろうもう少し冷静になれる気がしない。もう一度、そのパフォーマンスを見たくなってしまった。あれって思ったけど、みんなネイルしてたんだよね。しかも、薬指に何か意味があるのかなちょっとセクシーな雰囲気になっちゃって、うっかり見とれちゃったよ。でも、あの黒いネイルはちょっと意外だったかも。それでも、それが彼らの個性なのかもしれないね。ファンとしては。 彼らの個性的な一面に惹かれるんだよね。そして何よりも驚いたのは神宮寺君の顔が照明の話をしている場面だった。彼の顔が演出家のように見えた。彼がメンバーとしてではなく演出家として意見をしている様子は初めて見た。その光景にかなり感情が揺さぶられた。そうそう、今回のパフォーマンスを見てるといろんなことが頭をよぎった。例えばあの照明の演出とかスモークの使い方とか。 本当に綺麗だったよね。一人一人の表情や動きをじっくり見たくなっちゃうし、全体のパフォーマンスも見てみたいって思ったよ。彼らの世界観に浸るのは本当に楽しい。新しいシングルカットの発表も興奮をかきたてる。異なるバージョンのブロイワカバーを聴けるなんて、本当に素晴らしい。今回のパフォーマンスを見て、まるで魂が抜けるような感覚になった。アカペラを聴いたらどうなるだろうか。今でも興奮冷めやらぬ中で。 こんなにも彼らが可愛いなんて、彼らの振りの幅は本当にすごい。岸士君も紫輝君も仁君も最高だ。そして、なぜか右手の薬指にネイルをしている姿がまた新たな魅力だ。これで、彼らとお揃いだから、会社で怒られることもないだろう。それに、彼らの魅力にブラックのネイルが加わって、もう冷静なんて次元ではなくなった。新しい MV も楽しみだ。彼らのダンスに込められた思いがどう表現されるのか。 今から待ち遠しい。彼らの表現力は本当に素晴らしい。今後も彼らの活躍に目が離せない。さて、今回のパフォーマンスを見て、いろんなことを感じたけど、やっぱり彼らの才能には驚かされるばかりだ。次のパフォーマンスも楽しみにしてるよ。そういえば、皆さんは彼らのパフォーマンスを見て、どんな気持ちになりますかあなたのお気に入りの瞬間は何ですかそして、彼らの新しいシングルカットに期待することは何ですか 沼ファンネームを採用すべきではないかしらナンバー、アイさん、その沼は本当に深すぎて、私たちは長い間彼らを応援していますが、毎回新鮮な驚きがあります。それほど素晴らしいですよね。ナンバー、アイ、ブロイユサワー、ゴート、色気と雰囲気がありすぎるのはなぜでしょうかなぜそのように印象が変わるのでしょうかいや、三回転だったでしょう。ライブでは二回転だったのに、今日は三回転していますよね。 三人とも言葉では言い表せないほど美しかったです。こんなセクシーダンス、語彙力ゼロを見せられたら、シングルカットが正解だと思います。きっと他のバージョンもテレビで披露してくれるでしょうね。とんでもないグループに夢中になってしまいました。完全に同意です。引用させていただきます。大人の雰囲気が出ていました。紫輝くんのターンが本当に美しい。体幹がすごいです。そして腰のくぼみの振り付けが最高に好きです。 みんなネイルをしていたんですね。しかも薬指に、なんか、セクシー、リブレの時からずっと心を掴まれていますが、黒い衣装はやめてください。で、ネイルですってで、あの表情よ。え、どうしてくれるんですか右手か。三人とも右手の薬指。もうちょっと冷静にはなれそうにないかもしれません。もう一度見たいと思っていました。ブロインサバー、CDTV ライブライブ、で叶いました。 心の奥に秘めた思いを、ダンスに込めて、MV が楽しみです。ブロイユサバーを噛んだがらカニカマを思い出すと頭が、ワグル www.byc. WW のナンバー、愛の表現力になぜか私が切なくなって立ち直れなかっただけど、トレンドを見て我に返った、笑い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 、ショーの三回転、地上でやってるのすごすぎん。あれはトリプルアクセルですかトリプルサルコウですか 教えてください。有識者の方、顔とダンスに見とれていたけど、見返したら、照明やスモークの感じもすごく綺麗でした。一人一人もじっくり見たいし、全体も見たい。ずっと浸れる世界観、寝れない今日、岸くんのネイルに気づかなかった。私の目は不思議穴かしら。終わったらもう一度見直そう。ブローユアカバーの打ち合わせ風景で、照明の話からふと映っていた神宮寺くんの顔が演出家の顔だった。メンバーとしてというより、 演出家として意見していたあの顔を初めて見ました。もうちょっとどころか、だいぶ情緒不安定になりそうなくらい、破壊力があります。BYCBYC のシングルカットで、いろんなバージョンの BYC が聴けるとか、やばすぎる案件です。今日のパフォーマンスを見て、体から魂が抜けたみたいになっています。アカペラとか聴いたらどうなっちゃうのか、まだ余韻で興奮していますのに、こんな可愛いんだものが、振り幅やばいですよくんたち。 キシ君も紫輝くんも、ジン君も最高。右手の薬指ですかブラックのネイルですね。大丈夫です。会社で怒られないと思います。星とお揃いなので、腰のくぼみも消えないほどのキスもめちゃくちゃ良くて、そこにブラックネイルが加わって、冷静とか冷静じゃないとかの次元ではありませんね。ネイルしてたよ。ネイルしてたの。サインを書いてる。キシ君が早く書くね。ゴートと BYC の二面性にドキドキ。ゴートでは MV のカート。 ブロー岩カバーでは素敵な照明の演出。ありがとうございました。黒いネイル、ネイル。